っていいか。え、なんだそれ。あ、めっちゃ来た。うわ、そっかね、スナーアタックがほんと怖い。飛び回って回避しかないな。いた、敵の数なんか増えてきたな急に。あいつか、攻撃力はそんなでもないし、硬さもそこまでではないよね。ただ量が多いってか、多い。アラビアン爆弾、あ、こいつ爆弾やろうじゃん。痛い、これお前の風貌がどうしても敵にしか見えないんだよ。敵の風貌だからな、これ最初の頃の敵の風貌だからな。この何も出てこないとちょっと危ない。ういえ、え、当たりじゃん。何の効果あるか知んないけど。あいつの、分かったわ、あいつの攻略方法。とりあえず我慢して攻撃受けた後、そいつに来たらあんま動かないようにして殴ればいい。ほら。こいつ戦うの？なにこれ？いいか。え、死んだじゃん。当たった。いった。エイリアンじゃん、ほんとに。やべ、増やしていくタイプだ、これも。早めに進めないとまずい。これなんだ？なんか持ってるけど、落とそうとしてるな、あれ多分。ちょっとしない。まずいまずい。危ない。あいつどういうこと？あぶら。あいつに当たんねえ。当たった。当たるね。で、弓強くね？あぶら、あぶら、あぶら。痛い。いいぞ。あ、あと2発。OK。え？マジ言ってんの？これ雑魚敵として出てきてんの？もしかして。高台に登れば、これ倒すのめんどくさいタイプな。これやっぱ俺ジャンプ攻撃やると通じねえよ。二段ジャンプからのコンボでつなげていくしかないね。二段ジャンプだけだとね、一だけだから、ね、動きが。あのね、いったいまずく考えてるな。二段ジャンプってまずなんだ。二段ジャンプからの横とかしかないか。縦の方が攻撃すごいから。そういうことか。ナイスナイス。41回いった。あと一発。OK。勝負。OK。お金が落ちてるぞ、お金が。この裏なんかありそうだよね。このでっかいやつできそうじゃないよ。ん？当たったわ。やめてそんな嫌な予想当てるの。でっか、画面がでかい。これ絶対捕まっちゃダメだよね。捕まるしかない、これ捕まるないよね。でもあまりにもしつこくね。いで捕まってみる。俺が捕まってみるわ。
捕まるしかないなこれ。うんだー、キャプられたな。おお、俺らわざと捕まってあげたのにこの銃使う。あ、あれ潰すんだ多分。次舞台は、おお、めっちゃ捕まってるけど、なんかよく似たような罰は。ケビン、ケ、誰、ケビン、メガネめっちゃ生きてかけてるじゃんそいつ。これどっち進むんだろう。あいつメガネしかなかったの、ドリエ最低だ。え、ロロ、何操作してんだよ。気づかれた。こいつの自体弱いよね、別もなく弱いよね。後ろ来てるわ。え、気持ち悪い。ちょっと待てよ。なんかゴキブリ見てよお前ら。おいおいおい、範囲攻撃じゃないとマジで無理じゃねこれ。いや、銃を撃つなお前ら。数で押してくるな今回のステージ。え、てかこれいつまで行くの。やべ、大丈夫。やばくね、これめっちゃきついじゃん、すごいぞ。え、これいつになったらあれなの、逃げるしかないこれ。逃げるとかできるんだよこれ。できそうだね。俺絶対さ経験値ダメやべえじゃん。ほら、あれもう死ぬな多分あいつら。もう終わったじゃん、ほぼあいつだけだ。あ、よし、 Thank you。 あ、え、もうなんか絶対やべえやつ。ダンベルトイレじゃん、しかも。え、え、頭おかしいじゃん。え、どういうこと、どういうこと、出したらどっちから、どっちから、え、右か、なんか右で気して、内か左だ、内か、出したら、出したら、これが僕のダッシュですよ。大丈夫だ、素早さなんてこの世にいらない。気持ちがあればいいんだ、気持ちが。いや、俺も気持ちやばいっすよ、もう気持ち誰にも負けません。どこから逃げんの。え、え、え、でもこっち、こっちまで来てみて一回。え、マリだ、え、あ、ここ、気持ちは負けないと思ったんですけどね。え、今らどうすればよかったんだろうね。いやー、まず気持ち。気持ち、じゃあ今回はこんぐらいで見ていくか。